じゃん。皆さんこんにちは。今日の勉強を始めます。今日はじゃーん、金属管工事についてです。イエーイ。はい、ということでですね、はい、ちょっとね、電気工事士開いちゃったんですけれども、大丈夫、ちゃんと覚えてますよ。今月の24日、電気工事士の筆記試験ですからね。はい、復習をね、してね、皆さんぜひね、頑張っていただきたいと思います。写真鑑別は大事ですからね。はい、というところでですね、ここね、写真鑑別だって、あと技能もね、やると思うんですけど、その時に使う、どの管使うかっていうのがね、大事になってくるんですね。はい、ということでね、はい、今日は金属管工事についてお伝えしたいと思います。でね、この金属管工事って、まあ名前の通りですね、金属管なんですね。で、電線をそのままね、入ってることとかっていうのってあんまなくてですね、大体こう何本かね、束になってるのをまとめるためにこう管に入れるわけですね。大きい管に。で、それがね、金属管なのか。それかね、金属じゃなくて合成樹脂。まあまあ、プラですよね。はい。に入れるのかみたいなね、感じになってきまして。よくね、この管はね、どういう時使いますかとかね。あと、その電線の接続点をね、集めるものって言うんですよ。これがね、アウトレットボックスって言うんですけど。まあね、後でね、出てくるんですけどね。はい。まあ、こんな感じのね、箱だったりとか。ここに穴が。これね、まだ穴開けて、練習してないのバレちゃいましたね。はい。で、ここに、ね、穴開くんですけど、ここにいろんなね、金属管とか、他の合成樹脂管とかね、くっつけたりして、中に接着、圧着した部分をね、入れるんですね。そうすると綺麗になるでしょ？家ね、建設するときね、電線ぐちゃぐちゃしてっていけないでしょ？ということで、綺麗にするためのものと思ってもらえればと思います。はい。ということでですね、はい。じゃ、まずね、電線管、先ほどね、ちらっと言ったんですけれども、金属管の他にですね、合成樹脂管っていうのがあるんですね。はい。で、どんなものがあるかね、ちょっと見てみましょう。はい、書いてみました。で、電線管、電線をね、収めるもの。まあ、電線の衝撃、圧迫、そして化学的な変化、人が触れると危険っていうものをね、防ぐためにですね、はい、電線管っていうのを入れるんですけれども、はい、まずですね、これ、見えるかにゃがちゃん。今日はね、下にいるんですね。なんかいたずらばっかしてるんですけどね。はい。金属製のものと合成樹脂製のものというものがあります。で、さらにですね、それぞれね、はい、こっち側、はい、可動性ありなしっていうことにね、書いてあるんですけれども、金属管にしても合成樹脂管にしてもですね、はい、可動性ありなしというものに分かれるだけになってます。簡単ですね。電線管、金属製か合成樹脂製か、可動性ありかなしかっていう感じなんですね。はい。可動性です。異動性ではありませんからね。はい。そう。可動性って何かって言いますと、曲がるかってことなんですね。可動性ありっていうものは曲がるっていうことになるんです。で、可動性なしっていうのは曲がらないものって感じなんですね。はい。もう一回言います。異動性じゃありませんからね。はい。ありがとうございます。ということでですね。はい。で、金属管に関しましてはですね、これね、厚さ、管の厚さ、管の厚さによってですね、これ厚いか薄いかっていうのにね、分かれるわけですね。で、まあ、大体ね、3種類分かれるんですけれども、厚いやつ、ここのね、管の厚さっていうのが厚いやつ、2.3 ミリ以上っていうと、こんぐらい。こんぐらい。こうイメージできましたね。はい、こんくらい。っていうものに関して、まあ一番熱いやつっていうのは、これ、圧光電線管っていうんですね。はい。これね、2.3 ミリ以上。で、次、薄光電線管っていうのは 1.6 ミリなんで、こんくらい。はい、イメージできましたね。はい。っていうのなんですね。で、次、ネジなし電線管。これね、ネジなしっていうの、これね、よく出てきますからね。はい。で、管の厚さっていうのはこれね、1.2 ミリ以上。なんだよ。こんぐらい。はい。よくわかりましたね。あったのかって感じですよね。はい。で、ネジなし電線管ね、ほんとよく出てきます。ネジがないっていうのは中にね、この入れ込むぐりぐりのね、このレールがないってことなんです。だからね、別の、なんとかね、別、ビス止めしなきゃいけないんですね。っていうのでね、よく出てきたりするんでね。はい。っていう感じになります。はい。そしたらね、実際にこれね、もう写真見てね、卓球みたいな感じで覚える方が早いです。はい。ネジなし電線管、これ、はい。カップリング、これ、はい。ユニオンカップリング、これ、みたいなね。
はい、そういうね、スポーツ的なね、覚え方をね、してもらう方が早いと思いますんで、はい、ぜひね、写真でね、一緒に覚えていただければと思います。まあ、この YouTube をね、5回見れば大丈夫っていうようなね、はい、感じにしとこうと思いますんでね。はい。では、早速、この辺、金属管と金属管をつなぐときに使用するもの、ボックス類、一気にいきたいと思います。こっから超大事。はい。まずですね、カップリング、あ、じゃあこっち行こうかな。はい。はい。まずですね、カップリング。ジン。はい。カップリングっていうのはですね、これ、圧光電線管、発光電線管、まあね、ネジなし以外のもの、ネジある電線管っていうものをですね、はい、つなぐものになるんですね。なんで、これ、通常であれば、はい、ネジある、まあ、まあ、こんなもの。これがね、電線管だとしますね。こういうところが。で、ここがね、グリグリの溝が入ってまして、ぐるぐる回ると止まるようなやつですね。これネジ。っていうのをこうやってくっつけるときに、これとこれをね、アロアルファでくっつけるわけじゃないんですよ。ね。ですから、ここに、この、カップリングっていうね、両方がね、内側にネジが入ったものがありますので、それを取り付けてぐりぐりぐりって回すわけですね。はい。これがカップリングになります。まあ、ほんとネジあるもの用の、両方ともネジあるもの用をくっつけるものですね。はい。では次。ネジなしどうするのってことですよね。はい。ネジなしカップリングです。はい。イエーイ。よかったですね。はい。これはですね、ネジなし電線管。で、これ両方ともね、ネジが切られてない。なんで、この、まさにこの通り、ツルツルですね。これツルツルなんですよね。これ電線管じゃありませんからね、ネジの上に。はい。で、相互接続するときに用いられるものです。で、このね、ネジなしカップリングに関しては、じゃあどうやって止めるのって感じですよね。ネジなくて。で、これもアロアルファじゃなくて、こうするとですね、実はね、ここにね、ビスがついてるんですよ。ビス、わかります？これ、これです。こういうの。よくね、あるじゃないですか。なんか家具買うときは。ほら、これ。ここにビスついてますね。ネジ。はい。これがね、ビスなんですね。で、これがね、ついてるんですね。ネジなしカップリングには。で、これ両方についてます。っていうので、この中に入れて、このビスをね、ぐるぐる回して、で、最後ね、ビスをね、折るんですよ。引っかかると危ないしね。はい。なんか引っかかると、バホって取られちゃうんで、最後ビスを折って完了するっていうような感じになるんですね。これ議論とかで乗らないといけないですからね。はい。いう感じなんですね。じゃあ次、ユニオンカップリング。はい、なんだかっこいい名前って思うんですけどね。名前的にはかっこいいからこれ使いたいって思うんですけどね。どうでしょう、ちゃんとね、条件に合ったの使わなきゃいけないですからね。はい、接続する管が両方とも固定されていて回転することができない場合に使用する。はい、これどういうことかと言いますと、今ね、私がこれ、じゃあこれね、電線管だとするじゃないですか。どっちもね、これ回るわけですよ、どっちも。おいしょって私が回せばね、回せるわけです。ただ、じゃあこっち端もどっかつけちゃったんだけどって言って、こっちもどっかつけちゃったんだけどっていう場合あるじゃないですか。そうすると、これ回せない。ってなると、これね、画期的なのが、このカップリングをね、回せばいいわけですよ。っていうとですね、このカップリングがね、こうね、くるくる回るようなやつがあるんですね。はい、固定されてても。っていうのがユニオンカップリングなんですね。はい。なんで、固定されてる時に回すやつ、つけるやつがユニオンカップリングになります。では、今ですね、この電線管と電線管を合体させるものっていうのを見てきたんですけども、じゃあ今度は曲げるもの。はい。金属管ってもちろん硬いです。これをこうやって曲げるなんてことはしません。曲がらないです。なので、曲げるときっていうのはですね、こういうね、曲がった器具っていうのをつけるわけなんですね。はい。これね、2つあります。はい。まず1つ目。ノーマルベンドっていうものがあるんですね。はい。これはですね、ビス止めタイプなんですけれども、金属管装具を直角に接続するときに、使用します。ネジなし電線管にはビス止めタイプのものを、使用しますということでね。はい、これ、ノーマルベンドって言いまして、要は、こういうやつですね。ピーッと90度、長やかなやつ。で、ここのね、この屈曲、90度ね、曲がってますね。まあ、円を描いて。ここのね、半径、屈曲半径っていうのは、まあ、ここからここみたいな感じなんですけれどもね。はい、っていうのが、大きい場合に使用するんですね。でね、これね、いろいろね、そのうち出てきますけれども、この曲げるとき、
この半周半径の6倍以上をゆとりを持って曲げてくださいねとか、まあいろいろ出てくるわけなんですね。はい、というような感じになります。これ今覚えなし、あ、ノーマル運動を覚えてくださいね、こういうやつです。はい、じゃあ次、ユニバーサル。ユニバーサルっていうのはね、はい、ユニバーサルスタジオ、イエーイ、エクスペクトパトローナー、はい、そんでいいです、覚え方は。はい、これはね、まさにそのまま直角、はい、まさに魔法ですね。先ほどこうやって緩やかに曲げたんですけれども、これはピシッピシッと上と下からね、ピッピッって90度に差し込むことで、直角に相場で曲げることができるんです。まさに魔法だね。ユニバーサルスタジオって覚えたらいいんじゃないかな。うん、くだらないから覚えるでしょ。はい、っていう感じですね。はい、これがですね、管を曲げる時のものでした。はい。じゃあですね、次はですね、はい、ボックス類ですね。はい、ボックス類何かと言いますと、はい、先ほどお見せした、じゃじゃーん、これアウトレットボックスって言うんですね。はい、このアウトレットボックスっていうのはですね、これいろいろ電線がね、じゃああちこち来るわけですよ。ここがじゃあ中央部だとすると、あっちのお部屋にも電線、こっちにも電線、はい、床下にも電線、横にも電線ってと、こう散らかるわけですね。それをですね、この中にね、収めるんですね、接地部分っていうの。接地じゃないよ、圧着部分ですよ。圧着部分っていうのも収めるんですよ。で、そうすると電線が綺麗に収まりますねってやつなんですね。はい。で、これはね、本当はね、こういうとこ、穴が開いてんです。穴が開いてて、ここに金属管とか、これね、他の、合成樹脂は使いませんね。はい、金属管とか曲がる可動性の電線管とかっていうのを、はい、入れる、あのくっつけるんですね。で、中に電線通すっていうような感じになります。で、はい、じゃあこのアウトレットボックスはですね、はい、電線層を接続する部分に持ちます。で、照明器具等を取り付ける部分で、電線を引き出す場合や金属管が交差屈曲する場合に電線の引き入れを容易にするために使われる場合もあります。はい、っていうことなんですね。はい、アウトレットボックスやコンクリートボックスのこともう一個出てくるんですけどね、はい、ジョイントボックスって呼ぶ場合もあります。なんでアウトレットボックスかジョイントボックスって覚えてもらえればと思います。じゃあ今ね、出てきたね、コンクリートボックス、はい、何かと言いますと、はい、コンクリートボックスの道、はい、これはまさにね、名前の通りですね、コンクリートに埋め込んで用いるんですね。で、これテープがですね、はい、取り外せるようになってるんですね。で、耳が外向きについているっていうのが特徴になります。このね、はい、見てくださいね、アウトレットボックスね、これ耳わかりますか、はい、っていうのがね、ありますよね。これ内側にね、ネジついてるとこね、あると思うんですけど、これが外向きについてたり、この下がね、パカッとね、取れるようになってるんですね。はい。なんで、タルト焼く機械あるじゃないですか。タルト焼くやつ。あれね、下がバコって取れるんですよ。っていうような感じがコンクリートボックスです。で、コンクリートに埋めて使うんですね。はい、わかりやすい。イメージしやすい。タルト焼かねえよ、みたいに思った人いるでしょ。どっちを覚えるのが先だみたいに思った人いるでしょう。はい。はい。次はですね、スイッチボックスです。スイッチボックスに関してはですね、まさに名前の通り、スイッチやコンセント入れるわけです。はい。スイッチですね。あれね、工事するとですね、こんな感じで、むき出しになってるわけですね。で、これを入れるボックスっていうのも、ちゃんと名前がついてるんですね。はい。スイッチボックスと言います。では次ですね。プルボックス。プルボックスはですね、多数の金属管が交差集合している場所で、金属管の電線の引き入れを容易にするために用いれます。で、はい、アウトレットボックスとね、プルボックスっていうのはね、これ使用目的っていうのがよく出ますからね。はい、電線の引き入れを容易にするためですね。はい、ではですね、次ですね、金属管とボックスを接続するのもですね、これね、アロアルファで止めるんじゃないんですね。はい。でね、はい。これもね、いろいろね、接続するためのね、機械っていうかね、部品っていうものがあるんでね、これも覚えちゃいましょう。はい。これね、よく家でね、家具とかね、こう作る方とかね、いたらね、わかる方だと思うんですけど、いねえよって思った人いるでしょ、いるでしょ。はい。私最近IKEAで家具買ったからね。はい。っていうような感じになるんですね。で、じゃあね、順番に見ていくと、まず、じゃん、1、ロックナット。ロックナットっていうのはですね、これ金属管をボックスに取り付けるのに固定するときにね、使うんですね。はい。これはね、必ず使うものなんですね。はい。なので、こう、
ボックスね、金属管とボックスをつなぐときにここにね、両側に、内側と外側両側にロックナットを入れることになります。はい、では次、リングレサージ、リングレジューサー、はい、すいませんね、私が間違えてたね、リングレジューサーからですね、ボックスに打ち抜かれた穴、これね、穴のことですね、ちなみにね、ノックアウトって言うんですよ。なんかね、やられちゃったみたいな感じなんですけどね、大丈夫、あなたはやられてません。で、この穴にですね、穴っていうのが開いてまして、このね、この穴の直径っていうのがですね、金属管の外径よりも大きい場合にね、使用するんです。はい、言葉で言うと難しいけど、想像すると簡単。つまりね、これね、ここに電線管入れてバコバコって動いちゃうとき、この穴の方が大きいときっていうのに、このレイングレジューサーを使うんですね。で、これ何かというと、これはね、金属管と大きさがね、同じリングレジューサーっていうのがあるんですよ。なんで、この穴の周りをね、補うかのようにね、なるわけですよ。で、その穴をね、埋めるためにリングレジューサー使うんですね。はい、そうすると隙間が埋まるっていうやつです。はい、次、絶縁ブッシング。はい、次、絶縁ブッシングっていうのはですね、金属管から引き出された電線の費用を損傷させないために金属管の、管の端に取り付けますっていうことですね。で、こうやってね、はい、中にね、こうやって外側に金属管がつながって中に入ってくるわけですよ。で、金属管の中っていうのはもちろんね、電線が入ってまして、ここのね、金属管ここで切れるわけです。で、中にはね、電線が入ってくるんですけど、その時にですね、これ今度電線だけなんですね、中になると。で、いきなりね、バラバラバラって散らかりますと、ここのところにね、あの、いろいろね、ロックナットとかつけてると、そこにね、擦れてですね、費用がね、ちょっとなんていうんですか、剥がれちゃうっていうかね、削れちゃうことがあるんで、それ良くないですね。なんで、これ絶縁ブッシングっていうのは内側にだけです、これつけるのは。電線のこの絶縁費用を守るためなので、内側にだけです。なんで、絶縁ブッシングっていうのをつけて、この金、はい、このね、絶縁をね、守るんですね、っていうようなものになってます。はい、では次ですね、ネジなしボックスコネクタ。はい、これはですね、ネジなし電線管とボックスを接続するときに用います。今ね、はい、前提としてお話ししたのは、ネジがある電線管だったんですね。はい、ネジなし電線管、まあ、つまり普通の電線管なんですけれども、ネジなし電線管とボックスを接続するときにはですね、ネジなし電線管側はビスで留めて、これもビスで折ります。まあね、先ほどね、ありましたね、ネジなし電線管同士をね、接続するネジなしカップリングっていうのビスがついてたと思うんですけれども、この電線管側にビスがついたものがあるんですね。っていうので、はい、アウトレットボックスとネジなし電線管っていうのはつなぐことになるんですね。はい、便利便利、ちゃんとね、いろんなことね、考えてね、いろんな部品作ってくれてるんですね。めちゃくちゃ便利ですよね。はい、ではではでは、その他もですね、いろいろね、金属管工事をするときに使うものっていうのがあるわけですね。ちょっと紹介していきたいと思います。はい、サドル。はい、これ自転車のサドルではありませんからね。はい、このサドルっていうのは金属管を造影台、つまりね、建物だったりね、っていうとこう、壁とか、まあ、天井とかに取り付けるときに使用するものがあるんですね。これサドルです。まあ、要はこの、簡単ですね。はい、うん。ここに線入れてね、ポチッとね、はい、固定するようなものです。はい、次。じゃん、カールプラグ。サドル等をコンクリート壁に取り付けるとき、カールプラグをコンクリートに埋め込んで、キネジで固定します。はい、このね、サドルっていうのをね、コンクリートにつけるときにはですね、これをね、はい、入れるんですね。で、木のネジで固定するっていうような感じになります。まあ、このね、穴が開いてるんでね、ここにね、木のネジをね、ボスってね、はい、差し込んで固定するっていうような感じなんですね。なんで、このね、木のネジが入るこのカールプラグっていうのをコンクリートに打ち込んでおくんですね。はい、便利便利。はい、次、パイラック。パイラックっていうのはですね、金属管を鉄骨に固定するときに使用するんですね。はい、これ鉄骨にね、使うんですね。はい、まあ、おしゃれなお家になるんでしょうね、鉄骨使うってことはね。はい、あ、じゃあね、おしゃれなのコンクリートですね。鉄骨は耐震性の方かな。はい、まあまあまあ、
あいいよね。うん、どっちにしろ出てくることですからね。はい、次ですね。はい、今固定のとこ行ったんですけど、今度設置です。設置、設置大事ですね。はい、設置第二種電気工事士ですがですね、 D 種設置出てきますね。はい、で設置に関して使う時のものです。はい、金属管に接地線を接続する時っていうのはラジアスクランプを使用します。はい、ラジアスクランプ、まあこれね、どういう形なんだって感じなんですけどね、これ接地線を接続する時に使うものみたいですね。はい、これね、あの実際働いてる方の方がね、全然詳しいと思うんですね。どうやって使うの、ぜひ教えて。はい、では次、キャップ類ですね。はい、金属管の先っちょっていうのをですね、はい、終わりっていうところね、そのままだとね、ちょっと気持ち悪いので、キャップっていうものをね、はめるわけですね。はい、まず一つ目、ターミナルキャップ。金属管から引き出せられる電線の火を保護するために、金属管の端の部分に取り付けます。はい、これまさにその通り。終わりのところに通常時取り付けるものですね。はい、ではね、次エントランスキャップっていうのがあるんですね。エントランスキャップっていうのはですね、ターミナルキャップと、一種なんですけれども、垂直な金属管の、上部に取り付けて雨水の侵入を防止する。ここね、大事ですね。はい、雨水の侵入を防止する、これね、何のためですかとか、雨が降ってるところにつけ、雨水を防止するためにつけるのは何ですかって出てくることありますね。これね、エントランスキャップですっていうような感じなんですね。だから、家のね、まあ中か外かどこかわかんないんですけど、こうやって垂直にね、金属管があるんですけど、その上の垂直になってる上のところにね、エントランスキャップをつけるんですよ。そうすると、雨水が入らないっていうようなことなんです。なんで、雨水、エントランスキャップ、ちゃんとそうやって覚えてくださいね。はーい、OK でーす。っていう感じになります。はいはい、ではではでは、今ですね、これです。はい、またこっち戻った戻った。はい、金属製の管の可動性なし、つまり曲がらないものを見てきたんですけど、じゃあ曲がるものね、見てみましょうね。はい、で金属製可動電線管の種類で、可動電線管にはですね、1種2種あるんですね。1種2種あるんですけれども、2種金属製可動電線管っていうものがですね、これ通称プリカチューブって言われてるんですね。なんか可愛いですよね。プリカチューブ、プリカチューブ、2種プリカチューブ、2種プリカチューブ。じゃあ1種の名前あるのかってとちょっと知らないんですけれどもはい、ということなんです。で、1種よりも機械的強度が高い、今ね強いんですよ。要は HP 強いです。はい、っていう感じなんで、金属製可動電線管っていうと、この2種プリカチューブだと思っていただければと思います。はーい、ではですね、その金属製可動電線管の、はい、に付随するいろいろなね、備品見ていきたいと思います。まず一つ目、コンビネーションカップリング。はい、金属製可動電線管と普通の金属管、つまり曲がるものと曲がらないもの、なんかね、派閥闘争みたいな話になりますね。俺は曲げねえ、うおー、そっちが折れろみたいなね。はい、金属製可動電線管と金属管を接続するときに使用するのがコンビネーションカップリングになります。はい、で金属管がですね、ネジなし電線管である場合っていうのはビス止めのもの、まあこれもね、いろいろね、ビス止め、ビスなしとかね、いろいろあるんですね。はい、これは曲がるのと曲がらないのをつなげるのがコンビネーションカップリングですね。はい、では次ですね。はい、ストレートボックスコネクタ。はい、金属製可動電線管とボックスを接続するときに使用するもの。はい、これをストレートボックスコネクタと言うんですね。はい、先ほどね、ボックスつけるときにね、いろいろ6ナットリング、レジューサー、絶縁ブッシング、ネジ出しボックスコネクタあったと思うんですけれども、可動電線管とボックスの場合はストレートボックスコネクタを使います。はい、ということでですね、これ覚えたら今回の結構いいと思うんだよね。今回の覚えたら多分2点か3点取れると思います。はい、なんでね、はい、ぜひね、復習していただいてね、何回か見ていただければと思います。で、これ、はい、電線管、金属製とね、合成樹脂製あるっていうお話をしたんですけれども、次はですね、合成樹脂管の方のね、見ていこうと思いますね。はい、そしたらね、もうあなたは電線管マスターですからね。はい、ということで、今日も勉強終わりにします。皆さん今日もいってらっしゃい。はーい、復習してねー。